前突きしろ。次の前はくない。Thank you.
戦争完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。邪魔するな。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことは世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえば、ナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女なのか。確かに考えられる。推測の域を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。やあ、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。